皆さんこんばんは、清水美智子です。こんばんは、三谷幸喜です。私のマネージャーのね、田中さんからちょっといい話聞いたんですけど、これは話したかな、もし途中でそれ話したってことになったら教えてね、去年のことでしたか、田中さんのお母さんが亡くなられたの、ほいでお父さんと残った自分とかね家族とかでご飯をこう炊いて、まあ、ご飯を仕切ってるわけ、順番で亡くなった後はお母さんいないわけだから、母の味じゃなくなって、自分らでこう、ね、あの炊飯しなきゃいけない、日常生活に戻ったっていうね。でやっぱりお母さんがいないせいかご飯まずいって話になって、で本当だねってふと見たら炊飯器が随分ボロいなってことに気がついたんだって、それで田中さんはその炊飯器を二十数年ぶりに買い替えた、めっちゃ美味しいなってそこから何を学べばいいんですか。炊飯器大事だよってことだね。炊飯器はどんどん良くなってますね。私でもさ、ちょっと舐めてたっていうか、良くなったって言っても所詮はお米と水の問題じゃん、30分弱火でね加熱したら絶対炊けないわけないんだから根拠あるかって思ってたのね、やっぱ全然違うっていうその言葉に実感がありまして、大事なんだなって思いました。お母さんに食べさせてあげなかった、お米かかっちゃった、人の作品ですからね、お米かかっちゃった、誰かわかる、わかんない、なんですか、なんでわかんないの、私のものまね知らないの、戸脇幸雄さんですよ、おかえりなさい僕大好きですよ、戸脇さん言っときますけど、私だって大好きですよ、私好きな人しかやりませんからね何そんなセリフがあるの CM で、炊飯器、お米が立っちゃうと、お米が立っちゃうまあまあまあ、わかんないじゃないですけど、わかんないはないですか、そうですか、そんな程度ですか、じゃあ浅岡瑠璃子、浅岡瑠璃子です、お米が立っちゃう岸恵子です、どれがまあまあ、これからやり続けていくんだったらやっぱり岸恵子かな、あ、やっぱそうですか、伸ばしていきたいと思います。それにやっぱりああいう女優さんっていないもんね、立ち姿からさ、岸さん、着こなしとかさ、なんかのディテールが全然昔の人と、昔の人って言ったら失礼ですけど、女優さんのランクが違うっていうかさ、そうです、ね、あとね、あの僕が感じたのは岸さんもそうだし、あと浅岡さんもそうですけども、皆さんすごくクレバーな方ですよ、頭がいい、すごく頭いいし、だから文章もお上手だし、あ、そっか、こうお話ししててもすごくこう回転が早いですね、あ、本当だね、あとなんか生活をちゃんとしてらっしゃる感じがするよね、まあ、だからちゃんと生きてるって感じはすごいしますね、本当だ本当だ、さて私はその生きてる中でね、スポーツジムに行ってきたんですよ、久しぶりに、ね、スポーツジム、でそこでちょっと自分にも筋肉をつけなきゃと思いまして、トレーナーの方に、あのつけてもらうわけね、これ20回やってくださいとか、何をなんだこの野郎女洗い中だよ、清水さん、あのすごいなんか夏場な感じじゃないですか、そうですね、お洋服が、ええ、まあ、筋肉とかそういうもの無縁な感じの名前聞いてんじゃないと思いました、そういう話をされてるんでもちもちじゃないですか、ね、そうなんですよ、もちもちなんですよね、この二の腕がねそうなんです、だからこれじゃいかんと思ってね、もう少しこう筋肉をつけて、ね、かっこいい体にしようと思いまして、2回目笑いましたよね、もう1回行ったら本当に怒るよ今なんで笑ったかっていうと、あのパンパンって叩いてこう引っかいた跡がずっと赤い筋で残ってるんです、そんなことおかしいですか、ちょっとおかしかった、おかしい、お母さんは全然おかしい、なかなか赤が引かないなと思って年を取ると、例えばここにさ、あのマスクとかして寝るとしますよね、そこにあのゴムの跡が顔にね、残る、それがやっぱり夕方まで引かないものがそれが女なのまずそれは悪いわけじゃ、悪いことじゃないですからね、そうなんですよ、だから昔はあの反発心があったんでね、肌にも人間にも、だけど、いいよいいよ、ゴムの跡最高じゃない、全部受け入れてるわけですよ、そうそうそう、赤い線いいじゃない、赤いタヌキいいじゃない、こういうことになるわけですよ、緑のタヌキかそれで置いといていいですか、進めて、すいません、でそのトレーナーの人が、あのかっこいいんですよ、かっこいいんだけど体がね、男性、さすがに男性で、でだけど顔は優しそうなのね、とてもこうすごく筋肉がついてるとは思えない感じなのね、
で何やってた人って聞いたら、うん、僕はずっと柔道なんです。180センチくらいあるんですけどね、うん、そんなでかいんだ、うん、でだけどあのちっちゃい頃からあの柔道ばっかりやってきてるんで、はい、もう目がないんですよ。柔道のことをもう考えてばっかりいるんですよ、うんうん、ってでじゃあ今まで実戦で役立ったってことあるって聞いたのね、うん、悪いやつを投げ飛ばすとか。なんで笑った？あのねいやそれは素人の考え方だなっていうふうに思って今ちょっと笑いました。今の笑いは、ね、上手に逃げたね、うん、そんなまあいいんですか、さっき話取っちゃっていいですか、一応最後まで聞きましょうか。 いや実戦とかそういうことじゃないんですよ、その柔道っていうのは。あ、そんなあれなん柔らの道って書いてる、何なんですか。その護身術じゃないですからね。はあ、ほうほうほう、うん、やっぱじゃあ護身じゃなく、うん、どっちかっていうと相手はやり込めるそういうことじゃなくて精神ですよ。精神を学ぶ、柔道というのは。そうです、あんな生き方を学ぶんです。じゃあ別にあの山の中行ってお坊さんの修行じゃいいじゃないですか、うん、柔の道ですよ、それは。やばいこと大変じゃないですか、登ったり降りたり。そんな筋肉ないの手近にできる修行として柔道私もまあそうなのかなと思ったんですけど、一応ね実践使ったことあるのなんて言ったら、もうちっちゃい頃からとにかく柔道びっくりするくらいに相手を、うん、あのに怪我をさせるから、うん、絶対にダメですってことをずっと言われてるから、うんうん、あの本当にないんだって、うん、ところが一回あのちょっとお前顔出せよっつって電車の中でね、うん、急に暴漢みたいな人に、うんうん、あの折りがけに隅っこにやられて、うん、でお金出せって言われたのって、うん、でその時に仕方なく、うん、柔道使ったんだけど、うん、取っ組み合いになったから、うん、でもその時にやっぱり怪我をさせちゃいけないっていうのがやっぱあるから、うん、ゆっくり倒したって言った優しいそれでも勝ったわけでしょ、きっと。それでも勝った、すごいですよね。ちょっとびっくりされた。かっこいい勝ち方ですよね、かっこいい、かっこいい、うんうん、僕はあのまあちょっと金出してんって言われたらどうするんですか。金出して、うんうん、僕でもね、うん、受け身だけは教わったんですよ。だからかっこよく言わないでよまずとりあえず守れないじゃん女子子供を。受け身さえ学んでれば自分はね、自分は助かりますよ。どこですよ。もう金出してって言われた瞬間パッと受け身で倒れますよ。いやいやなんで何も言ってないで新しいね。こいつダメだ。